株式会社 AI が提供するデモ音声です。写真拡大。ソフトバンク長谷川優也外野手36が今季限りでの現役引退を決めた。株式会社 AI によるデモ音声です。9日にペイペイドームで会見を行った。株式会社 AI が提供するデモ音声です。通算で1232試合に出場。株式会社 AI によるデモ音声です。打率288、76本塁打、434打点で1108安打。株式会社 AI が提供するデモ音声です。2013年には今も球団記録になっているシーズン198安打を放ち、打率341で首位打者と最多安打を獲得した。株式会社 AI によるデモ音声です。求道者、打撃職人。株式会社 AI が提供するデモ音声です。打撃に対してそんなイメージがあるファンも多いのではないだろうか。株式会社 AI が提供するデモ音声です。現役生活の中で思い出に残っている一本のヒットを聞いた。株式会社 AI によるデモ音声です。やっぱりCS の涌井投手との対戦ですかね。株式会社 AI が提供するデモ音声です。大体の人があの試合ねというようないい試合だったので、2011年のクライマックスシリーズファイナルステージの第3戦。株式会社 AI が提供するデモ音声です。涌井当時西武と杉内当時ソフトバンクの投げ合いは9回を終えて0-0。株式会社 AI が提供するデモ音声です。延長10回に杉内が1点を失い、その裏だった。これはデモ音声です。1死2塁で長谷川が右中間を破る同点だ。株式会社 AI が提供するデモ音声です。12回にはサヨナラ打で試合を決めて8年ぶりの日本シリーズ進出を決めた。